ちは、大地球です。オラホの地域自慢、今日は2回目、今日というか今週は2回目です。建公民館さんにお邪魔をしております。じゃあ行ってきます。はい、オラホの地域自慢2週目でございます。はい、今日は建公民館さんにお邪魔をして、建地区の連合町内会北山博明会長にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず最初でございますけれど、地区の歴史ですね、はい、その辺をお話し願いますでしょうか。はい、旧建村の歴史についてちょっと触れてみたいと思いますが、明治22年に、町村制度によって旧三戸郡建村というのが誕生しておりますが、まあ、この時は大和座、沼立、うるいち、根城、沢座と玉の木、八幡、坂牛、串池、上野ということで、現在の八戸市のかなりの大きな面積を持っております。西半分ぐらい。そうですね、まあ、それだけ旧建村というのは広い範囲になっております。でその後、平成15年に、沼館、うるいち、根城、沢座と玉の木が八戸に合併編入されて、平成15年じゃなくて昭和15年ですよね。昭和15年です。はい、で最後に、昭和30年に現在の建て築が八戸市に合併されております。まあ、いかに旧建村というのが大きかったかということがいると思います。北山会長はずっともう建てで生まれて育って。はい、もう建てで生まれて建てで育っております。じゃあ何でも知ってる。まあ職場もこの地区で育ってますので、もうほとんどのことはもう建て継ぎのことは知ってるつもりです。そうですか。はい、この辺というと一番最初に頭に浮かぶのがまあ、この辺で八幡の神社って言うんですけど、串、はい、引き八幡宮なんですが、はい、そうですね、串引き八幡宮といえばもう南部一宮ということで、まあ、由緒ある古い神社というようになって、でここにはもう国宝の鎧も祀られているということで、まあ、これは建築基としても自慢になります。ですよね。はい、夏場というか市内のあちこちの大きい神社で、はい、例大祭っていうんですか、はい、ああいうのやってて、で八幡の神社が一番最後なんですよね、確かに。そうですね、まあ、昔はもうかなりの店も出て、出店も出て、まあ、ものすごい盛りましたけども、だんだん人の集まりもすぐなくなってきております。そうなんですか。大体もう夏が終わり頃ですよね。そうですね、まあ、旧の8月15日が秋の大祭ということになります。昔から。そうですね、はい、で会長も行かれるんですか。私も、案内を受けますので毎年参加させていただいております。そうですか。じゃあもう建地区のことは会長に聞けば何でも分かるということなんですが、まあ歴史が古くて、広範囲で八戸の西半分ぐらいをが建地区だったということで、さっき収録前にちょこっと先週大館地区にお邪魔をしてですね、はい、あちらでいろいろお話を伺ったんですが、もともとはここが大館になる予定で、向こうは建ての予定だったんですってね。そうですね、昔の古い人の話を聞いたときに、まあ、そういう話を聞いて、まあ、旧建村というのはもう沼館からもうかなり広い
政治に上がってますので、まあ、それだけは違ったというので、まあ、当初は今の盾が大盾村になる予定だったのが逆になったということを聞いております。なんで逆になったんですか？まあ、なんか県の方の担当者が盾村と大盾村をなんか逆に、ま、してしまったというようなことを聞いております。その当時の県の担当者。そうですね。しょうがないですね。そうですね。まあ当時の人は、まあ盾村の人も人が良すぎてあまり強く言いなかったのかどうかわかりませんけども、まあ、あの人が良かったっていうよりもその当時その県とか国のお役人に何か言うっていうのはできなかったんでしょうね。できなかったでしょうね。あ、そうですか。でも ここがもし大盾になってれば歴史はまあでも変わってないでしょうけどね。そんなに変わっていないと思いますけども ね、はい、そうか、そういうことがあるんですね。でも沼館の方までも、盾地区だったっていうのは今日初めて私も知りまして、私根城なんですけど、はい、で私も盾の住民だったってことですよね。はい、そうですね。あの今もウルイツ の消防の当初に行きますと、はい、三戸郡盾村の消防隊南班というようなことでちゃんとあの額なんかもいっぱい残ってます。あ、そうですか。はい、私も実際行って見てきましたけども。あ、じゃあ今度私も行って、いや、行って一回見てみたい、見てみた方がいいですね。消防の歴代の部長なんかも旧三戸郡盾村ということでちゃんと載ってますので。そうでございましたか。はい、全然知りませんでした私。盾村の歴史とそれから、串引八幡宮のことをちょこっとお伺いいたしました。はい、明日はあの安全安心まちづくり、はい、それから健康づくり、はい、これあの地域ぐるみで取り組んでいらっしゃるということでございますので、はい、そのあたりについてあのまた詳しくお話を伺います。はい、はい、明日またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。